父上が死んだ地。霊薬がこの地へいざなった何故であろう。己を下すためだ。いな、癒すためだ。幾とせも見やらずにいた生傷が霊薬によって晒されたのだ。誰が望んだ。あれは毒に過ぎん。常闇に囚われてはならぬ。蒼天の国へと魂を飛び立たせるがよい。守るべき民を見下げるなど少子。父をほふった民でさえも。ああ、差異はない。過ちだ。天蔵は他を、俺は大鷹を撃つ。死ぬべきであった戦人として。面目ござらぬ。わしに家にだ。堺の家名は汚された。息の者は我らを鬼だと。時としてなさねばならんのだ。鬼となっても痛ましかったな。いずれもされど大事なこと。それは戦場での話。親子は大事ではないと。あれが死んでから息子をどうすればよいのか途方に暮れた。故に武士として育てた。もうよいか。やれ、やるべきことを。家名の恥をすすぐのだ。仇を。切らんか、ふぬけ。切らぬ。俺は父上ではない。あなたは好きに生きた。あの死もあなたの咎。
ならずや己が先祖の裁きを受けるであろう。必ずや。死ぬのが衆生のためだ。無事か？平気だ。お前はまだ聞こえるか？いや、すまなかった。もうよい。これで落着。他の奴にも知らせなきゃな。行け。後で向かう。待たせるなよ、ジン。闇に隠れ、手を伸ばしたるテテギミも。今は浄土に眠りたるかも。